美容院行きたい。ね。もう前髪が邪魔すぎて、もう髪も染めたいし、髪もすきたいし、そう、行きたい。さっきまではサッカー見てました。前田大然と同い年、前田選手と同い年。今日はね、久保選手と堂安選手ベンチにいた。しかも前田選手23歳だったから、まだ私より年下だった。惜しかったね。3位決定戦の試合楽しみ見るのいつだろう。8月6、絶対見たい。キーパーすごかったね。だってキーパーは、私は家に帰ってきてご飯食べながら見たから、2回ぐらい止めてんの見た。止めたらさ、床でなんかキャッチしてますっていうなんかアピール、寝ながら。あれはしなきゃいけない決まりなのかな。あれは時間稼ぎ。あ、そうなの。時間作ってる。それは言っちゃダメだって。なるほどね、確かに。あんなね、一生懸命キャッチしたらさ、相手は本気で蹴ってんだからさ、まず衝撃をね、そこで一回自分が受けた衝撃を緩和させないといけないから。そう、まず一回受けた「いた!」っていう衝撃を一回緩和させてから、そう、一回それで寝ないと、マヤすごかったね。だって「あ、マヤ選手すごかったですね」ってきた。マヤ選手もっと活躍見たかった。私本当に最後の最後しか見れてないから、もっと見たかった、最初から。ちなみに俺は吉田麻也同い年。何歳、30いくつだよね。今日は板倉が良かった。お父さんがずっと三笘三笘って言ってた。ベンチ、三笘さんは。そう、心配するな、心配するな、こっちは1秒も見てない。だって、え、待って、何の心配、全く心配してないです。そう、三笘選手を出せってお父さんが言ってた。興味ゼロなんで。だって興味ゼロなんだ。でもサッカー面白かったですよ。8月6日はぜひ見てください。
そう、ベンチ外だったんですよね、今日は三笘選手は。ツイッターで三笘って調べたら、なんでって、なんでベンチ外みたいな感じめっちゃ出てきた。そう、トレンドだった前田選手と、あと久保と堂安っていうトレンド。だから今のサッカーは、オリンピックは、日本は久保選手と堂安選手が主力なんだなって思いました。サッカーでツイッター重かったね、重かった。私も重すぎて妹にツイッター重いって聞いたら、重いって言ってたから、あ、やっぱ重いんだって思いました。ね、サッカー、やっぱみんなサッカー大好きなんだね。明日早起きってめっちゃ早起きなんですか？そう、めっちゃ早起き。やだ寝たい。もうね、疲れました。今日は稽古も結構長かったから。でも明日はもっと長いから、疲れたから。でもまあ当たり前なんですけど、疲れるのは。なので明日は、明後日は集合時間がちょっと遅かったらいいなって気持ちがあるので、明日いっぱい頑張って、明後日集合時間遅くなるように頑張りたいと思います。絶対ないけど、そんなの。明日の出来が良ければ集合時間長くできる。いやでもね、本当に全然やばいので、進み具合が。だからね、もうハードスケジュールだと思います。もう美容院も行きたいし、そう、いろいろ体力回復もしたいし マネージャーさん間違えないことになってます、本当に。携帯はもう変える予定立てれました。でももう本当舞台稽古中かな。 iPad 持ってって、 iPad を Wi-Fi につなげてやるしかない。お母さんが携帯買いに行ってくれるらしい。でも私の持ってる Wi-Fi 電波微弱なんだけど、なんか全然、なんかできる場所とできない場所がある。なんか今はつなげるって思っても、なんかつなげない時もある Wi-Fi。だから信じられない、その Wi-Fi のこと。えりちゃん、梅飴どこで買えるの？コンビニ。私はファミマで買ったよ今日。
大最強おにぎり食べてる、食べてる、今日も食べた。舞台前に病院行けそう、わからない。前髪だけ自分で切っちゃおうかな。邪魔すぎて、なんかさ、マジで通勤の時間がさ、舞台稽古の場所までに行く時間がが大変、稽古も大変だけど、その時間、行き帰りが本当に大変。暑いし、なんかせっかくさ、朝さ、前髪とかさ、こうやって髪とかさ、ヘアアイロンするけどさ、もうめっちゃ、もうそれだけで汗かくからさ、もう髪の毛セットしても意味ないわけ。うん、湿気もすごいし、だからもう本当にそれが一番辛い。稽古よりも、稽古だけだったらいいんだけど、なんかもうその行き帰りが辛すぎて疲れ、それが一番疲れちゃう。うん、そうそう、だからその稽古場付近に住みたい、短期間。マジで行き帰りが一番疲れる。ね、毎日通勤電車乗ってる人マジで尊敬する。朝あんなさ、満員の電車乗って仕事行けんの本当にすごい。私だったらマジで乗りたくないからね、会社の近くに住む。そしたら通勤電車絶対やだ。毎朝さ、あんな満員な電車に乗ってさ、朝早く起きてさ、お仕事行くとか、私だったらちょっとね、無理って思う。だから本当にあれやってる人本当すごいなって思う。それが無理で東京離れた。近すぎても嫌なんだよね。だって、なんで？近い方が絶対いいでしょ。会社が近いと帰った気がしない。なんで？まあいろいろ事情があるんですね。近かったら会社の人に会う。いや、会社の人に会っても私は違う人ですってオーラを出してそこの場生きるしかないね。えりちゃんあまり満員電車乗らないの？だって乗りますよ、レッスンとかの時間が朝早かったら。明日絶対満員電車だ。
今日電車の中で AKB のグッズつけてる人いた。しかもそのグッズはただのグッズとかじゃなくて、あの15周年記念のなんか絵師、絵の方、絵を描く方がデザインした AKB のグッズ、ちゃんとしたマジの AKB の記念のグッズ、 そのバッグ持ってる方が同じ電車の車両に乗ってて、えっと思って、そうガチなんだって、それ持ってるって結構ガチだからすごって思って、うん、びっくりしました。もう車両変えました。次私はめっちゃすっぴんだったし、そうちょっと、もし私だって思われてて、もうほんとマジですっぴんだし、マスクしてるけど、でも本当にすっぴんだったから、しかもその時ちょうどドボンしてたからさ、やばいって、もしこの画面あれドボンだって思われて、このでかい女、もしってもしなったら、そうあれかなって思って、そう今日は京香ちゃんとドボンできた。京香ちゃんにでもあの私はその試合で勝ってしまったよ、ドボンして、まあ勝率 31% の女だから、ちょっと忖度できなくてごめん京香ちゃん。でもゴールデンベッドタイムってめっちゃ本当にいろんなメンバーに合うね。オタクは忖度しないとダメだよ。だってえ、またええ、忖度って何ですか。でも京香ちゃん嬉しかった、対戦できて。じゃあ今日の配信は終わりたいと思います。では最後におランキングを読みます。いきます。13位、エリ大好きアットエリの韓国ファン。12位、ひとくまさとる。11位、ジャンアット群馬にあおだし。10位直樹。9位くるりん。8位ゆういちろうアット自慢の正代里奈。7位ボマ、6位プロスペクト、5位泉、7位ミヤちゃん、売れた、4位ミヤちゃん、3位マーアットおだし、2位マッカーシーアットおだし、そして1位はカンタアットカンカン。ありがとうございます。じゃあ皆さん体調に気をつけてください。暑いし。ではバイバーイ。